同じように今回もヒットを打った外、レフト上がった、大きな当たり、久しぶりのバボネ2人、4月31日への第15号ツーランホームランで再びマリーンズリードを取ります。ついに目覚めたか、苦しい8月を乗り越えて、さあ勝負の9月やはり外が打たなければというところ、ホームイン3対1、初めて今シーズンサウスポーからホームランを放った外です。第15号のツーランホームラン、先ほどのヒット、そして何かこれで掴めばというところになりますが、平尾さんいかがだったでしょうか。そうです、